ルーシー・ダットンはタイに伝わる自己生態法で、ルーシーたちに伝えられてきた体式医療の系譜に連なる健康法の一つとされている。日本語に直訳すると修行者の体操となるが、日本や本国タイでもルーシー・ダットンという名称が定着してきている。修行者が座禅や瞑想修行で疲れた自分の体を修行前の元の状態に戻すために、 ルーシーダットンを行ったとされている。対応室が庶民に伝授した由緒あるヨーガスタイルの名称であるとも言われるが、ヨーガとは本来的な成立原因に微妙に違いが見出せると指摘されている。近年大政府はルーシーダットンや太鼓式マッサージを含む体式医療の確立とブランディングを推進している。体式医療研究所から発行されている。 ルーシー・ダットンに関するテキストの序文では、体式体操ルーシー・ダットンの15の基本姿勢は、タイ人が持つ土地の知恵であり、様々な面で健康維持や病気の予防や治療に有効なものである。ルーシー・ダットンはこれらのことを自分一人で簡単に行うことができる。と書かれており、タイの知的財産であることが強調されている。日本では、フィットネスクラブや、 カルチャースクールなどを中心に全国的に広がっている。古谷通る元は、ラーマ一世が収集しまとめたルーシーダットンの古典から全ポーズを再現したとしており、日本ルーシーダットン普及連盟を設立し、日本での普及に大きな役割を果たした。また古谷通る元は、ルーシーダットンと大文字、ルシエ。 ダットンを二段にしてなる商標の登録を特許庁に申請し、それが認可された。しかし、それが後にタイとの間で国際問題となった。ルーシーはサンスクリット語で儀シと発音し、陰者、陰士、臨官一種業者、鉄人などの意味を持つ。サンスクリット語のルーシーはバラモンの苦行者、ボンシ、ジャイナ教のアマカラ語などを指し、 タイ語のルーシーもここから派生していると考えられている。ダイはタイ語で曲がったものを元に戻すといった意味を含んでいる。トンは自己を意味する。オギソコ平はよってダットンとは体を正しいありさまに戻すという目的を持った運動であると言えようと述べている。よくヨーガと比較されるがヨーガが 基本的には修行実践そのものとされているのに対して、ルーシー・ダットンは修行によって疲弊した体をそれ以前の状態に戻す技法であるとされており、その成立には微妙に違いが見出せる。タイの伝統医療はインドで成立した仏教医学やアーユルベーダの影響を受けていると考えられ、伝統的な体役理論を特徴としている。 大式医療関係者が、仏陀の主治医であったというルーシー、チーワカ・コーマラ・パットをその祖として崇拝する。これにより、タイの伝統医療が、ブッダの誕生と共に始まる、歴史的正当性と仏教的権威を備えていると考えられ、ルーシー・ダットンも、無数のルーシーたちによって伝承されてきた、大式医療の系譜に連なる健康法の一つで、あるとされている。 アユタヤ王朝時代の記録を残す死史資料はその多くは1767年にビルマ軍が首都を陥落させたことによって紛失してしまったとされている1659年から1661年にかけて編纂され後の体式医療の理論とされるようになる基本原理が記されているナーラー用の薬法などが残されているが今日参照される資料は 元王朝である、ラタナ公信王朝時代に残されたもので、その最初の資料は、ラーマ一世が、王立寺院ワットポーに収集した、伝統医学知識である。そこには、マッサージや薬法、ルーシー・ダットンが含まれている。1788年に、ラーマ一世が、アユタヤー王朝時代から続く古い寺院ワット、ポーターラームの改修工事を行うことを決め、 回収された寺院は新たに、ワット・プラチェート・ポン・ウィモン・クラーワートと名付けられた。この最初の回収工事の時、薬法のテキストが収集され、ルーシー・ダットンの中像が寺院内に設置されたと言われている。このルーシー像が今日に伝えられるルーシー・ダットンの始まりとされているが、この時作られたルーシー像は残っていない。ラーマ三世の時代に、 今日存続する大部分の歴史資料である、ルーシー像や伝統医学知識のテキストが編纂、彫刻された。彼は、ワットポーの大規模な改修工事を行い、ラーマ一世が制作した糖土でできた、ルーシー像は腐食しやすかったため、亜鉛と酢を混ぜた材料によって作り替え、80体、制作し、ワットポーの回廊に配置した。また、 ルーシー像やその姿勢を取ることによって得られる効果について歌った詩が作られた。これらのルーシー像と詩の彫刻は、その後、盗難に遭うなどして、多くが損壊した。現在では現存する、ルーシー像は24体で、どの詩が、どの像に対応しているか判別できない。ラーマ3世は、ルーシー像と詩を写本させており、この写本のコピーを載せた。 ハンプボンを編集したテキストがワットポー伝統医学校から出版されており、これが全体像理解の根拠となっている。大式医療研究所やワットポー伝統医療学校の教科書も、ほとんどがこうしたハンプボンを元に作成されており、ハンプボンの存在がルーシー・ダットンの文化的正当性を保障し、それに権威づけている。 ルーシー・ダットンの写本には、この姿勢はを治すという記述あるが、その姿勢が、なぜそうした症状を治すのかという説明は、なされていない。現在のタイの教科書では、その説明には、リハビリテーション医が考えた、バランス調整という近代科学的理論が使われており、伝統医療を、科学的証拠によって、裏付けようとする姿勢は、タイマッサージも同様である。 国立高音研大学の医療科学部理学、療法学専攻では、太鼓式マッサージや、ルーシーダットンなどの体式医療を適正化して、筋骨格系の疼痛治療と地域でのヘルスプロモーションで利用できるように、臨床研究、大学教育、地域活動での実用に取り組む活動が行われていた。タイの政府は、1993年から2004年に、 対伝統医学知識の復興プロジェクトという長期プロジェクトを立ち上げ、保健省を中心に同プロジェクトを行い、政府機関、教育機関、研究所により、ルーシー・ダットンに関する参一した知識を収集し、体系づけるとともに、保健省内を中心としたトレーニングコースの開催、書籍の出版、イベントなどを行った。日本国内においては、 日本ルーシーダットン普及連盟代表のフルヤ、トールモットは、ラーマ一世がまとめた古典を入手し、全ポーズを再現したとしており、正式な記録はこれしかないという。日本ルーシーダットン普及連盟は、現代のタイでは、古典ポーズの解明や研究が進まず、同時に一般にはほとんど行われていないとしている。折からのヨーガブームに乗り、タイ式ヨガとして、 マスメディア等を通じ一斉に紹介されて広まった。その後、大手フィットネスクラブのスポーツクラブルネサンスが2009年に正式プログラムとして全国で一斉採用。現在では書籍、レッスン DVD 等も出版されている。もともと自己生態を主眼において作られたとも言われ、そのような観点で再構築されたため、ポーズも 超人的なものや高度な柔軟性、バランス力、筋力などを要求されず、怪我のリスクも少ないと言われる。体独自の体のエネルギーライン、線を刺激するノウハウを含む。現在のルーシーダットンでは、瞑想や、精神統一などはさほど重視されない。ルーシーダットンの普及を目的とする特定、非営利法人、日本ルーシーダットン普及連盟の代表で、 ワットポー伝統医学校の卒業生である古谷徹元は2006年の普及活動開始当初に個人でルーシー・ダットンの名称を日本特許庁に商標登録した具体的には体式ヨガの教授体式ヨガをテーマにしたイベントの企画運営または開催体式ヨガに関する設備の提供またはこれに関する情報の提供 タイ式ヨガ道場の提供を独占的に行う権利が要求され、また別に印刷物に対しても同様の出願がなされた。これに対し、タイの政府関係者は、タイ知的財産局がタイの知財だとして異議を申し立て、日本政府に対して登録の取り消しを求めた。この事件は日本ではさほど話題にならなかったが、タイでは、 新聞の第一面に関連する記事が掲載されるなど、ある程度話題となった。新聞記事でには、保健大臣の、我々はこの事態を放置することはできない。なぜなら、皆、ルシエ・バット・トンが、大臣のものだと知っている。そしてそれは、ラーマ一世の時代からそうなのだからという言葉が、掲載された。ことの重大性から、日本の特許庁では、タスクフォースを作り、 無効審判をかけることになった。2007年に商標登録は取り消された。タイ側の主張に対して古谷は次のように反論している。ルーシー・ダットンは本国タイにおいても限られた地域のものが知っている程度でタイ全国的に周知の語ではない。さらには日本でルーシー・ダットンがタイの伝統医学知識で 健康法を意味することなどは知られていない。商標権者は2003年頃から現在まで100以上の講座を設置、数百人のインストラクターを養成してきた。2005年4月から日本初の日本ルーシーダットン普及連盟を主催し、ルーシーダットンの普及に努めてきた。日本ルーシーダットン普及連盟は、ルーシーダットンは、本国タイランドでも、 深淵を学ぶことが困難であるために、商標登録については、目的は、独占にあらず、日本における、ルーシー・ダットン命名期において、正当なるルーシー・ダットンの方と方法を広めるための一時的な、規則であるとしている。そして、商標登録取り消しの決定について、当連名による日本でのルーシー・ダットンの普及、マスコミへの露出、勢力等が十分となり、 当連盟により、日本のルーシー・ダットンのスタンダードの礎が完成されたとし、商標活用目的はほぼ達成したため、登録商標を開放すると宣言している。実際は、商標の開放ではなく取り消しである。事件を受けて、タイでは、局は、法整備の遅れが、海賊行為を許したことを認めるという新聞記事が掲載され、このような事態を招いた。 法整備の不備が指摘され、タイの財産であるはずの土地の知恵をいかに外国の権利侵害から守るかという議論があった。小木曽公平は取り消しの理由は何より、日本の特許庁がルーシー・ダットンをタイに固有な文化として認めて、タイの国民感情に配慮した道徳的な判断と、日本とタイとの国際関係を意識した政治的な判断であったと言えるだろう。 と述べている。2007年には、日本ルーシーダットン普及連盟は株式会社、ルーシーダットンと名前を変え、日本ルーシーダットン普及連盟の商標登録を試みたが、認められなかった。ありがとうございます。